ルートビヒバン・ベートーベン、ドク、ルートビヒバン・ベートーベン、オランダ語、ルイス・バン・ベートーベン、ルイス・バン・ベート・ホーベン、1712年1月5日頃から1773年12月24日は、フランドル出身の声楽家、鍵盤楽器奏者。音楽史上極めて重要な音楽家とされる、同性同盟の孫、ルートビヒバン・ベートーベンの祖父として知られる。ルートビヒバン・ベートーベンは、 1712年に、フランドル地方のメヘレンのパンヤの息子として生まれる。洗礼名はルーデビカスであり、その他、ロードウィック、ロードウィック、ロードワイーク、ローデベック、ルイス、ルートビヒなど様々な表記がある。1732年には、リエージュのセーランベール協会のバス歌手となり、1733年3月頃には、ケルン大司教及び選定校であった。 クレメンス・アウグストの宮廷楽団のバス歌手として、盆に移る。1733年9月7日には、マリア・ヨゼファ・ポールと結婚し、3人の子供を産んでいる。この中で唯一成人したのが、第3子のヨハンで、後に大作曲家となる、ルートビヒ・バンベートーベンの父である。妻のマリアは、アルコール中毒患者であり、隔離された、修道院に入れられていた。 1761年には時代の選定校マクシミリアンフリードリヒ本ンケニヒゼックローテンフェルスによって宮廷学長に任命されている。この頃から彼は宮廷の歌手たちを指導し率いていく立場になっていった。彼は同時代の人々から尊敬されており、フランツ・ゲルハルとベーゲラーは彼を背が低いが筋骨がたくましく極めて生き生きとした目をしていて、 芸術家として大いに尊敬された男。と述べている。1773年12月24日にボンで死去した。ありがとうございます。